皆さんこんにちは。以前上記の動画で特集しましたが、ブルーロックの漫画の表紙イコール生き残る、単行本にて表紙を飾ったブルーロック組最終セレクションの第8戦目までの動向を確認した結果、全員活躍しており、第4回目の年俸ランキングではアンダー20日本代表のボーダーラインである23位に入っている。ということは、表紙を飾ったブルーロック組は日本代表確定で良い。最近ではブルーロック公式 X にて単行本28巻の表紙を公開。ちなみに清田に関しては、ここまで表紙を飾った選手とは違い、最終セレクションの第8戦目までの動向を確認した結果、最終セレクション未出場に終わっている。ですがバスタードとしては、最終戦となる第10戦目にて清田はようやく最終セレクションデビュー、しかもスタメンとして。もし上記の説が立証されるとしたら、第10戦目にて清田は活躍。254話の内容からライチのような立ち位置である清良、今後どんな活躍をするのか注目。また、もし上記の説が立証されるとしたら、代表枠は残り1枠。しかし、サイも代表入りするとしたら、28巻にて代表23名決定。ということで、今回の動画はサイのことは一旦除外して、残り1席は誰になるのか、254話までの情報を参考に予想していこうと思います。あと、この動画を最後まで見てもらった方は高評価よろしくお願いします。それでは本編、最後までご覧ください。上記の動画にて少し話しましたが、主の予想としては七瀬か剣。七瀬は2位セレクションから登場。ファーストステージは99番目にクリア。その後28巻で表彰を飾る清良のように、セカンドステージからの内容は不明でしたが、最近エピナギを盛り上げてくれたヒイラギのいるチームと一緒に2位セレクションをクリアしています。3次セレクションで七瀬は2位セレクションの結果、トップ6に選ばれなかったということで、リンや指導を軸としたチーム A を選択し、第1試合目に出場。主人公イセキと同じチームでプレーし、アンダー20日本代表戦のベンチ入りメンバーに。なお、日本代表戦では清良と同じルート、交代枠が3枠しかなかったこともあり、未出場に終わっています。最終セレクションではフランスを選択。ここまで4回行われた年俸ランキングの内容から、第2戦目は未出場に終わってしまいましたが、第6戦目にて最終セレクションデビューすることができ、第3回目の年俸ランキングにて300万の新規入札。その後の第7戦目ではスタメンとして出場し、リンのゴールに貢献。第4回目の年俸ランキングではプラス1300万となる1600万の新規入札。そして現在行われている第10戦目では2戦連続でスタメンを勝ち取ることに成功。最近では最終セレクションからリンのサポートに回っていることが判明した七瀬。七瀬としては、バスタードミュンヘンのクラナのように最終セレクションで生き残るため、誰かのサポートをすることを決断。七瀬からリンへサポートすることを打診。この打診にリンは一旦断りましたが、七瀬と一緒に練習していく中で、リンは七瀬の新たな才能を発見。リンの指摘により、七瀬は最終セレクションから左足でも右足のようなプレーができるようになり覚醒。これによりリンは七瀬の下打診を承諾。以上のような形でリンと七瀬の最終セレクションからの関係性が251話にて特集されていました。現在の年俸ランキング第24位の七瀬、代表入りのボーダーラインは23位。つまり七瀬としては、あと一つ順位を上げることで代表入りを勝ち取ることができます。現在23位にいるのは1800万という評価をもらっているバスタードミュンヘンのライチ、200万差ということで、代表入りは十分射程圏内。最終戦であるバスタード戦にて第7戦目のような活躍ができれば、七瀬にも代表入りするチャンスあり。剣は1セレクションから登場。ナギレゴラと同じチーム V でプレーをし、主人公イセキがいたチーム Z に敗戦しましたが、3勝でチーム Z と一緒に1セレクションを突破。2セレクションファーストステージでは53番目にクリア。セカンドステージでは2個ヒイラギとチームを組み、サードステージへ。サードステージではナギレがいたチームと対戦。
この試合内容についてはエピナゲにて描かれているため割愛、ツルギダのチームはナギダのチームに敗戦ですが、ミニセレクションのルールの関係上、ナギダのチームはツルギを選択。そのためツルギはチームとしては敗戦したものの、ナギダのチームに選択され、ボスステージへ進むことに成功。ボスステージではキョウラがいるチームと対戦。今後エピナギにて試合内容は掲載されると思いますが、ツルギがいるチームはキョウラのチームに勝利。ナギ、バロウ、チギリ、ツルギ、キョウラ、計5名でミニセレクションを突破しています。3次セレクションで剣は七瀬同様、ミニセレクションの結果トップ6に選ばれなかった。そのため剣は雪宮と凪を軸としたチーム C を選択し、第5試合目に出場。なおここからは清良や七瀬と同じルート、第5試合目での活躍によりアンダー20日本代表戦のベンチ入りメンバーになるも、交代枠が3枠しかなかったこともあり未出場に終わっています。最終セレクションではフランスを選択。ここまで4回行われた年俸ランキングの内容から、七瀬同様第2戦目は未出場に終わってしまいましたが、第6戦目にて最終セレクションデビューすることができ、第3回目の年俸ランキングにて800万の新規入札。その後の第7戦目では途中出場し、現在本州を沸かせている指導のゴールに貢献。結果第4回目の年俸ランキングではアップ査定プラス1500万となる2300万の入札をもらい、第20位というランキング順位。そして現在行えている第10戦目ではスタメンで起用。ここまで残り1席候補2名を見ていきましたが、年俸額的には剣が優勢、個人的には七瀬と予想しています。しかしもし七瀬、剣どちらかが代表入りした場合、アンダー20日本代表のキーパーはガガ丸の1名のみ。さすがにキーパー1枚はないと思うので、現在2800万という入札をもらっているキーパー不覚が代表入り。そうなると28巻の時点ですでに23名という枠は埋まってしまい、仮に29巻以降どちらかが表彰を飾っても代表入りは不可。一体どうなるのか。サプライズ脱落とかで人数調整とか。以上、今回はサイのことは一旦除外して、残り1席は誰になるのか254話までの情報参考に予想していきました。最後までご視聴ありがとうございました。この動画を見ていて思った方はチャンネル登録悩みに高評価よろしくお願いします。あと X インスタ TikTok もやっておりますので、フォローの方お待ちしております。